しかし行く先にはもうモンスター見えてますよ。びっくり要素失敗してますね。ちょっと待ってくださいよ。ここでアイテムを手に入れて、あ違う、細道を行こうとしたらインプに襲われたんだ。っていうのはこっちですね。あれとなると、さっきチラッと見えたサンダーボムはあれ一体どっから来たんでしょうか。いや早くね、レガリアが欲しいんですよ。あれがないとね、クエストの達成が困難ですから。いや、おそらくですね、一個前のこの滝の裏の洞窟が、かなり複雑だったので、ちょっと制作者の人が気を利かせて、このダンジョンは一本道にしようって思ってくれたんじゃないでしょうか？あれ？なんか聞こえない？いや、なんかってレベルじゃないですよ。え？ナーガ、うちの子。何ですか、何ですか？ボスでしょうか？ん？どうした？プロンプト！どうした？食べられたか？ヘッドショー！クソ！こっちだ！あ、こっち。やった！プロンプト！離脱しました！戦線から。いやー、これはちょっと悲しい。そろそろ心が通じ合ってきたかなっていうふうに思っているんですが、いや、悲しいなー。代わりに、あ、シドニーをパーティーに入れましょうか。プロンプト、無事か？おい、ヘッドショー！シドニー、気に入ってましたからね。おい、やだ！ここやばいって！でかい！蛇がいたんだよ！え、そいつに引きずり込まれたんだって。うわぁ、え、それ何ですか、何ですか。やはり出てきたな。ちょこまかと動きやがって。行くぞ。ちょっと待って、アイテムを探しに行きたいんですけど。やばいやばいやばい。一体プロンプトどこにいます。これはホブゴブリン。もうやだ。ヘビではないですよ。おい、ヘッドショー。くそ、ミニマップに見えてるのも多分ゴブリンですよね、これ。なんか自分やっちゃいました？インプか。マインドフレア。無事か。アクションに敵はいますけれども、ヘビは？どれのこと言ってるんでしょうか。やばい、全然話についていけません。応戦しろ。エグルス仕掛ける。行け、ノクト。分かった。はいよ。よっ、さあ、おい、頼んだ。プロプト、さあ、みんなの力を合わせていけば、やそういう面倒せもしますが、それが、エグニス。ああ、まだいる？それ、そう、はい、かなり敵多いな。いべ、いてて、ぶりゃ、よっ、ヘラジオ。なんか左側に道ありませんでしたかね。あれ？お、あ、宝箱。これは珍しいかも。値打ちもんかも。お、マジですか。すげえこと。終わりか。うわあ、このままだときついよ。なんですか、プロンプト弱音入ってますけど、体力パンパンじゃないですか。その調子だ、ノクト。あ、こいつら強えな。強くないでしょ。時間かかっちゃってるだけですよ。ノクト弱音入ってますね。頼んだ、ノクト。これなんかスキルはね、使えば使うほどレベルが上がるっぽいんですよね。だから今のみたいにゲージを残しちゃうのもったいないですね。任せて。おや、これ視界に入っている敵すべて倒さないと戦闘の曲が終わらなそうですかね。マインドフレア。よ、あ、ダメだ。死ぬなよ。もちろんだ。ショートカットできませんね。さっきの値打ちもんかもなって言ってたアイテムを取りに行きたかったんですが、これは一旦ちょっと倒しきってからじゃないとダメっぽいですね。マインドフレアな、産地が溜まりますからね。
嫌なんですよ。まあ一体なら。いや、グラディオ、遅い。ゼア。まあ一体の時はグラディオラスで殴った方がちょっと良さそうなんですけれどもね。なんかグラディオラス一辺倒になっちゃうことも多いんですよね。容赦はしない。かわいそう。寝てるイカちゃんを。暗くないと投げにくい。一瞬狙ってましたね。あ、まだいい。ほっ。よ。それや。いや。あれ、プロンプトの攻撃が…できませんね。こっちに何かありそうだ。え、みんななんか戦闘を終えてるんですけど。いや、いる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 。どうした？ちょっと待って。あ、ちょっと待って。なんで、あれ、みんなどうしたの？なんで先行っちゃってんの？いる、こっちいる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 、死ぬ死ぬ死ぬ。何やってんのみんな、本当に。いや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 、やばい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 、これ終わっちゃった。あ、ポーションできない。ちょ、みんなどうした、マジで。行って、あ、ちょ、状況失っている。ちょ、イグニス、注意してけ。了解。やばい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 、どうしたんだこれマジで。あー、正気失ってる。右押せば左、左押せば右に行ってしまいます。あ、ダメだ、みんな指示も出せない。え、なんで。あ、いける。いいや、かなり敵の攻撃じゃなくて味方が協力してくれないことにかなり混乱させられましたね。やった、全体的に倒しましたよ。腹減ったな。苦戦したからな。ちょっと待ってください、戻ります。レアなアイテムだよって言ったのはこっちですよね。これだ、青の超過似合うのかな。回復速度がかなりアップする。あー、なるほど。力アップと、体力アップ。アクセサリー最大で3つぐらいまでつけれそうですからね。あ、ちょっとおいおいですかね。かなりでも強そう。やっぱね、このゲームはノクティスがやられちゃうとゲームオーバーですから、まあ、ノクティスを回復とか体力アップとかっていうのを重点的に強くして、まあ、攻撃は、まあ、ある意味ではね、味方にお願いするっていうのもありかもしれないですけど、ちょっとここに来てマップがかなり分岐しましたね。まあ、順路はこっちなんですけど、どうせなら一発で宝箱を全部手に入れちゃいたいですから、逆に順路じゃなさそうな道を行ってみましょう。お、スタンバンクいりません。あ、なんかありますよ。ありますありますあります。あっち開いてた。のなかったから助かる。時々こう事故でやられちゃった後にノクティスノクティスみたいなことでゲームオーバーになることありますからね。特にね、自分はその回復アイテムとかをちょっとねケチっちゃう癖があるんですよね。もったいない系男子っていうんですか、ね、粗相で全滅するのだけは本当に嫌ですよね。あれ、しかしなんか順路っぽい道を外れたらそのままなんか一生進んじゃうんですけど、あれあれ、これ戻ってきてるわ。あれあれ、えこいつは一体。びっくりした、マジでびっくりした。カーリは自分で返す。しかも可愛いかな、どうだろう、女性キャラクターではありますよね。
けどめちゃくちゃびっくりしました。いや、あのマジでヘビ系のモンスターは倒してませんよ。いや本当に全然知らないです。あのだから戦わないでいいと思いますし、あの仲良くむしろできたらいいなっていうふうに思いますけども。あ、なんだよちょっと今ロード長かったですね。あ、ちょっといきなりやられました。おっと、トード、これ回復すればトード治るんですか。そういう問題じゃない。回復ションちょっとしかないな。あ、違った、そういうんじゃない。え、これどうすれば治るんですか。一定時間経てば治るのかな。で、え、ちょ、フェニックスをありますが顔に突っ込まれてやられました。うわー高いんだよな、これ1000円しますよ。なんかちょっとシュールな敵だな。あ、でもですね、道迷ってる間にですね、少し各味方の必殺技を入れ替えました。プロンプト以外はですね、グラディオラスロイヤルガード、ゾクシスを治る、守るような攻撃ですね。そしてイグニスはギャザリング、回復系のスキルなようですね。プロンプトね、ペネトレイトがやっぱりあんま使ってなかったんで、そんなにレベルが上がってなかったんで、ちょっとね多めに使っていきます。いやしかし硬いな。いやびっくりした。でも今後こういうのが雑魚で出てくるようになるんでしょうね。だんだんサイズが大きくなってきまして、いやーしかし気持ち悪いしびっくりしたな。遠慮なくやらせてもらおう。まあまあでもまあ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 、え、終盤子供を返して、あ、なんでしょう、ちょっとこう悲しい生い立ちが一体なんだとあるんでしょうかね。子供がどうとか言ってたの、倒しちゃいけなかったのかな。そっちには出会いませんように。やっぱりあの妖怪の世界とかでもですね、何かその一見すると敵のように思えるような妖怪でもですね、まあ、悲しい生い立ちとか、実はその子供を守るために行動していたお化けとかね、そういったものいたりしますから。いやしかしフェニックスの痛かったな。いやもう敵いませんように。いやしかし多分ボスっぽいの倒した方が大丈夫かと思いますよ。よかった。いやこれね、触った後振り返ると私の子供を返してみたいな大丈夫かな。ラム出てくるんでしょうか。あ、来た。ちょっとかっこよかったなラム。裁きの雷、どうしたノクティス、目が紫ですが、まあファンタジー世界だったらね、目が紫ぐらいだったらこれは普通のことなんでしょうか。雷神の力、大暴れを想像してたけど、人のいい神様もいるんだな。え、性格あるらしいさ。ルーナも大変なんだろうな。ルーナお会いできるのはもう少し先か。早く海渡ろう。元気な顔見せねえとな。会話そうだな、止まりません。男同士で責任に宿る力が集まる雷神の証へと力を変えた。ですね、ちょっと待ってくださいよ。この証って何なんでしょうね。巨人の証もありますし、危機に陥った王へ稀に力を貸してくれる、そして雷神の証、あ、なんかじゃあピンチになったら時々ワムーとか言って出てくるんでしょうかね。まだ何かあるかもしれないしな。蛇の抜け殻とか、それ全然いらない。お、出口が見えてきましたよ。しかしね、帰り道ですらやっぱり若干の迷いを見せてしまったのでですね、
まあ、できればこういったリアルなダンジョンだったらばですよ、なんか歩いてきた後ろにパンの、まあ、かけらを置いていけるみたいな、そういうね仕組みがあると助かるんですけどもね、逆に言うとないとこれかなりカットが定番になりそうですよ。廃人様の用事が済んだからか、やっぱりゲーム演出的な雨だったんです。なんだ前とは比べ物になんないよ。飛行機すごいですね。そして携帯が鳴る。レガリアなんだけど、あれ、うん、シドニーだ。帝国軍の基地に保管されてるみたいなんだ。おー、じゃあマーク2をじゃあお願いします。ちょっとね、相手が相手だから話するってのもすぐにはいかなくて。でも王子だからね、情報あればいい。あれ、大丈夫？うん、大丈夫。どうもな。じゃあ、あれ、ちょっと軽い感じで。ガルド、シドニー。うっそ、もっと優しく話しなよ。どうでもいいだろう。シドニーのこと好きすぎでしょ、プロンプト。ああ、帝国軍の基地だし。なるほどね、奪い返さなくちゃいけないんだ。新しいの作ってもらう方がスマートですけどもね。当たり前。ファントムソードの項目は確かにファントムソード使ってませんね。これはあくまでも予想だが、あれは本来もっと早く到着するはずだった。上飛んでた飛行機だ。だが雷神の嵐で近づけなかったんだ。あれでレガリアを帝国本土に運ぶのかもしれない。雷神の時間稼ぎ。レガリアってただの車ですよね。今まだ間に合うよ。そのなんかこう重要視してもらえてたんですか。なるほど、レガリアすごいんですね、きっと。じゃあまあ取り返しに行きましょう。徒歩になりますけどもね。なんだあれ、空に向かって波動砲みたいに撃ってますけども、空に向かって撃つのはちょっと意味不明ですよね。空から地上に撃つんだったらば誰か敵に対して撃っているようにも思えるんですが、まあ、逆になんか上に撃ってることで、まあそこは施設的に何かで、この辺電磁波出てるみたいですし、策敵的な能力があるのか。雨の夜は視界が悪い。もしくは見えてはいるよな、前。大体な。何か。ああ、こいつはいいや。うさいだな。後ろ敵いますけれども、これはまた別問題ですよね。さあ、天をうがつマガマガ式赤き炎。ああ、チョコボが何ですか。基地に近いストマキーの、なんとかでキャンプをしてください。イグニスが戦のための作戦を提示します。お、はい。鉄拠点はね、正直もう倒せるようになってるんですが、キャンプどこですか。ここ、ここかな。ん、どこですかね。あ、全然違った。あ、そういえば特に何も語っていませんでしたが、移動中に、まあ移動中にと言いますか、ノクト、左方向に敵だ。分かった。この、なんでしょうね、ゲーム始めるときの、まあ、DLC っていうコマンドをちょっと見てみたら、無料で落とせるスキンとかがあったので、まあ、それだけでもと思って一旦落としてみたんですが、まあ、若干のこの悪ノリと言いますか、もう少しねやり終わったと思うんですよね。あのですね、横浜にカップヌードルミュージアムっていうところがありまして、まあ、自分はそこ何回か行ったことあるんですけれども、まあ、日清カップヌードルの歴史がわかるっていう場所なんですが、そこの1階にグッズショップがあって、結構ねいいアイテムがちょろちょろあるんですよね、お土産にできるような。雨で野宿とか、だからそういうノリで何かできればよかったんじゃないかなっていうふうに思うんですが、まさかのこの醤油ラーメンを頭からかぶるというね、まあある意味ではノクティスらしい、いやさプロンプトらしいかもしれませんね。これから敵の本拠地に殴り込むならば、ある程度いいものを食べたいところですが、まあでもね、雨の中ですとイラストが出てこないので、これ行きましょうか。
野菜たくさんカレー美味しそうですよね。そしてギザールの野菜、これなんかバリエーションを与えるとチョコボの足が速くなったりするとかあるのかもしれませんね。いいですよね、夏野菜がいっぱい入ってるようなこの野菜カレー、まあ、夏野菜はまさに夏に食べるとこの暑さにも打ち勝つような力が得られるという話もあるわけなんですが、まあ、残念ながら外は雨、あまり効果はないかもしれません。しかし見てくださいよ、経験値1万も入りますと2レベルぐらい上がりそうですよ。言い過ぎた、1レベルでしたね。だいたい平均30レベル。しかしここまで来ましたよ、レベルどうなんでしょうね、99がマックスなのか、もしくは999がマックスなのか。99がでもマックスともなりますと30レベルまで来ているこの現状、つまり作品中のこの3割は進んでいるってことになりますが、そこまで進んでるような感覚もないんですよね。うわすごいアングル、保存しておきましょう。あと女性キャラクターがいたらというところなんですが、あーまあナーガも女性キャラクター、これはちょっとまあ目が紫に、まあファンタジーファンタジーしてますね。そういえば道中ですね、サボテンダーと戦ったんですが、そこはシャメ取ってなかったんですね。サボテンダー、レアなモンスターであるような雰囲気もあったんですけれども、かなり苦戦しました。